こんにちは、エウレカです。今日はウータマクロスやっていこうと思います。昨日はですね、久しぶりにちょっと庭動画をアップロードすることができまして、ここのところね、全然動画編集に時間を割くことができず、いろいろとできてないんです。庭作業、庭をちょっと片付けるみたいな、そんな感じの動画をね、実写動画をやっているんですけど、なかなかね、作業はちゃんと進められております。それ以外のね、ちょっと自宅でね、どうしてもね、この自宅に帰ってきちゃうと、このバンド練習、こっちの方にね、力が入ってしまいまして、ちょっと動画を編集する、なんかちょっと気力がなくなってしまうというか、ゆるふわウェディング。これなんかパッと見、はい。ショーネ・ブラウト、これ、3D にしてもちょっと微妙かもしれないな。一発目のね、なんかちょっと爆発の絵はね、なんかあれこれ涙目なのかなとかちょっと思っちゃったぐらいなんですけど、まあ、なかなかそこの絵はいいような気がしたんですけど、ちょっと 3D 絵の方はちょっと、3D ってかね、立ち絵もどうなのかなと思ってたら 3D もちょっと微妙、まあちょっと後で眺めてみることにしましょう。どちらにしろね、星子衣装に関しましてはもう撮りますからね、間違いなく撮りに行きますから。で、先ほども言ってましたね、そう、ちょっと、バンドの練習がね、結構今、激しくっていうか、もう8月、そう、8月1日、月光ステイトチャンネルの方で、ライブの生配信を行おうと思っておりますので、全然プロのね、音楽家とか、ミュージシャンってわけではないので、全然ね、そんなまとまったものではないんですけど、まあ、それでもね、必死にね、練習しておりますので、8月1日、日曜日午後3時からですね、月光ステイトチャンネル、これ何度も繰り返し申し上げておりますが、お付き合いいただければと思います。もちろんね、生放送するだけではなく、もうそのまま残りますので、時間が合わないっていう方もね、後から見ることできるようになっておりますのでね、まあ、ぜひともちょっと、生で見てもらえると、まあ、本当に嬉しいなと思っております。またちょっとその庭動画ですね、庭作業の方はね、着々と動画としてアップロードできてないんですよ。着々と作業を進めておりますのでね、はい、まあちょっと休みの日の、まあ、息抜きではないです、エウレカの趣味といったところですね。はい、なんかこういろいろね、DIY っていうんですかね、いろいろ作ったりするのが好きなんですよね。まあそれはもちろん木工関係だけじゃなく電気関係とかも、そういったところが結構好きな人種なんですよ、エウレカは。ゲームをやる、実際ね、そんなにゲーマーではないんですよね。どちらかというとゲーム下手くそな方の部類の人間なので、そんなにゲームをバッツリやり込むとか、まあ、ウタマクロス自体はこう楽しくやっておりますけど、それ以外のゲームもね、家庭用ゲームなんか、それこそね、プレステ2ぐらい、プレステ2も下手したら持ってなかったぐらいの、勢いなんでね。はい。そうしましたら、ウタマクロス進めていきましょうかね。サンセットウェディングイベントを開催中。歌唱席はまあちゃんともう取れております。まあ、あとはハイスコアですね。まあ、うまくやっていこうと思うんですが、今日から始まりました。このマキマキのですね、まあ、プレートを手に入れて、ハイスコアを出していきたいなと思っております。でもね、これ欲しいとかね。いやだから来てるってね。そう、欲しいって言うとやっぱダメなんですね。だからちょっと、まあ冒頭の方でも、まああえて申し上げたんですよ。まあ 3D も、この絵もちょっといまいちかなと。ちょっと心をね、オフに、ニュートラルにしておくと、もう、欲しいとか言っちゃいけないです。ここで、この立ち絵ね、なんかもう、もっさり感があるんですよ。何なんだろうな。ちょっとね、これはちょっと単なるボリューミーにしか見えないって、久々のメガネ減衰。なんか、ブルってますよ。リアリティアップ前。なんかこれ、劇場版の方だったかな。
そう、プロトカルチャーの何かが降ってきたって、そういう感じですね。リアリティアップ前、そう、これパッと見ね、涙目なんかなと思ったら涙目じゃないっぽいですね。サンセットビーチミラーバージョンでいいらしいです。あ、ミゴジャン、ははいいですね。いいと思いますよ。キュルルがちゃんと後ろにいるんですね、これね。ちょっと失礼、こっち。あ、これリアリティアップ前の方がいいな、いいですね。で、プレートの能力ですね、モードスコアアップ。あれ民名のも愛属性のモードスコアアップだったような気がするんですけど、モードスコアアップにモードスコアアップ、まあいいんじゃないんでしょうか。まあ欲しい、いやいや、まあちょっとニュートラルにね、欲しいとかダメ、そんなこと言っちゃダメです。はい、弾けなくなっちゃう。何なんだろう、難しいなこれ表現が。出現者数エピソードの方で見ていけばいいのかな。エピソードの方で恋する乙女の大勝利バイムムちゃん、イニシエの記憶、あ、そうですね、プロトカルチャーのなんか記憶が降ってきた的な感じの 0.716%、 出現率はかなり低めでございます。ユルフはウェディング 12%、 まあエピソードプレート、新規のエピソードプレート10分の1以上の確率で出てくれますので、10連引けばまあ1枚は引けるだろうといったところですね。まあ割引の合唱席300で引いていきます。ちょっと長かった？ちょっと通信中が長かったような気がしますが、今の読み込みは多分エピソードプレート1枚か、星41枚か星51枚の、おー、バルキリー5機。いや最近ね、いや民名の時も引きが良かったんですよ。なんだかんだ20連で星5が2枚引けてたわけなんですよね。そっからちょっと打足で20連引いてしまったから、ちょっと引きが弱っちゃったんですけど、ユルフはウェディング、うわーこれダメっぽいな。あのね、新規のエピソードプレートとさらにピックアップが引けるときもう少し長め の読み込みが入るはずなんですよ。訓練強化、これねピックアップじゃないんですよ、ほら。正観欠陥、まあ分かってるんだよな。もうこれ読み込みの長さだけではもうピックアップが引けるかどうか、あとはお願い、マキマキ一発、マキなんか多いですね。遺跡からの呼び声、これは重なってたかな。いや、リアリティアップ、シューネブラウト、ミクも、あ、リアリティアップか。リアリティがアップいたしました。まあ一応エピソードプレートは、まあ最低限の1枚は引けたということですね。1000夜を超える、なるほど、遺跡からの呼び声。なんでな、初期プレートな。ほっまね、この間も言ったと思うんですけど、どうもね、この星5を引けた時にね、パッとピックアップがなぜか来てくれなくなっちゃったんですね、ここのところね。おかしいんですよ、なんかブルってますが、20連目、引いてきます。ちょっと今通信中短かった。ということはこれ引けないっていうことだな。読み込み入らないですね。せめてエピソードプレートが重なってくれれば、もうあとはね、エピソードオーブで、まあ無理やり解放でもそれでもいいんですが、星4が2枚。マルキュレが何やってる、あ、今のマキマキですね。何気に俺たちからの入隊祝い、カナミさんに報告させてもらう。ラグナの海に響く歌声、マキマキ危機一発。あ、ユルフはウェディング重なりましたね。星4、あ、ただ遊んでたったわけではありません。ミリアファリーナ・ゼーナスになる前だの、いや、今のジーナスになった後だろう。バルキリーに乗ってるってことは、サブマリアタック失敗、ラスト星4。至福のひととき、至福のとき。いやーですね。ミラージュさんが重なりましたね。ほい、リアリティアップいたしました。もう30連、もう10連でやめておくかな。この10連で終わりにしましょう。一応重なったには重なったんですが、どうだい、読み込み来ない。なんかちょっと引きが弱ってきましたね。なんかちょっとその民名のところからちょっと怪しい空気が漂ってきてたような気がするんですよ。やっぱちょっとこれ欲を出すとダメなんですね。星4は多めなんですけど、読み込みがないからダメですね。二人の天才、あなたはスパイ、美しい、叶うなら同じ空をどこに消えた、非常事態、ユルフはウェディングが飛ばしちゃった、イニシ、あれ読み込みなくても星
でもピックアップよりだから出現率低いって言ったのに、失礼、 1.6% より出現、これってまさか。でもピックアップは出ないんですよね。スティルアライブレイナー、くそ。ちなみにスティルアライブっていうのはあの布袋寅泰のね、はい、全く関係ないとこなんですけど勝手に言ってるだけです。うわー、これどうなってるの、これね、これゆるふわウェディングね、どうなってるので。ね、ピックアップよりね、出現率の、あ、ピックアップの方が出現率高いはずなんですけどね。そして星子はちゃんと引けてるんですけど、ピックアップは引けないんですよ。あ、ダメだな、ちょっと向きになっちゃうな、こういう時な。まあでも読み込みなくとも、でもこのスティルアライブレイナーが、あれでも、あ、そっか、こないだ引いたから、でもピックアップじゃない新規の星4は、あ、読み込みなくても出る。いや、不思議なもんですね。ちょっとまだまだ読み切れてないって言ったところはありますね。星4多め、むしろいいから重なっちゃってよ。重ならないか。私服の時ゆるふわウェディング、むしろ重なっちゃわないんだな。にゃんはいりません。にゃんはマクロスピードで、そう、マクロスピードじゃないんですね、マクロスピードなんですね、マクロスマクロスピードじゃないんです。はい、そのぐらいわかるってね。ゆるふわウェディング、私は歌い続ける。んニューんなことないか。星4でゆるふわウェディング、ラストの星4が重なった。なんだよこれ、ほんとピックアップより出現率低いって言っちゃってるじゃねえかよ。くそ。あれ、私は歌い続け、あ、全然重なってますね、16ですね。はい、ということで、ピックアップより出現率が低い、ピックアップでもなんでもないメガネ元帥が、はい、重なりました。どっかでフラグ立てちゃってるんだよな。一応星5の出現率は 5%、 40連引きました。星5は一応2枚引けております。まあ、確率通りではありますね、確率通りではあるんですけど、0.714% だから出現率が多分150分の1とかになるのかな。そのぐらいの出現率の星4が2枚引けてしまうわけなんですよ。っていう顔しているような気もしないこともないですが、はい、ありがとうございます。戻りましょう。ではエピソードですね、育てて。もう何せね、あの新規エピソードの星4が2枚も引けましたので、2枚も引けておりますので、もう簡単なんですよ。もうエピソードオーブの台も大して使わずに解放することができちゃうんですね。プレートで解放いたします。まずはこのエピソードプレートの方からやっていきますかね。190プラス500、690、もう半分以上進んじゃってます。すごいですね。ガチャ40連でここまでエピソードを進めることができるんです。できるんですよ。でもピックアップはいけないんですよ。ストーンの小セットを受け取りました。間違えた後は、シークレットボード、間違えた、シークレットボードに切り替えまして、解放と。ニュルニュルニュルとストーンの中セットですね。次は、メガネ元帥の方を育てていきましょう。ピックアップが2枚引けててもおかしくないということですからね。わかります？この確率の偏り。OK？ 解放と。ニュルニュルニュルとストーンの台ですね。ニュルニュルニュル、可消石10個までは届かず、残りは、アイテムで解放していきましょう。エピソードオーブの台が1、2、3、4まで行っちゃって大丈夫ですね。アイテム使用、ニュル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 、可消石でニュル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 と残り30はエピソードオーブの章ですね。1、2、3、ありかなかった、3、アイテム使用、ニュル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 、コンプリート、マクロスデルタ。キャワはちょっとゴワッとしてるかな。トルスを受け取りまして、新しい石をゲッツいたしました。シューネブラウト、
イベントへ参りましょう。ホーム画面からでいいかな。ホーム画面からサンセットウェディングイベントページへ。残念ですね。まあまあ残念というか、まあ、しばらくこのままランカちゃんのホームページになります。ゆるふわウェディングで新規エピソード入りましたが、まあもう新規エピソード、はい、入りましたけど、ノーマルにしておくかな。ノーマルにしときましょう。一応全部フルコンボできてますのでね、まあどこプレイしても同じなので、スキップチケットを使っちゃまずいです。センターを巻き巻きへ入れ替えてきます。そして長押し衣装選択。アイントラハトですね。まあアイントラハトはなかなかええと思うんですよ。この衣装は結構いいと思います。そしてシューネブラウブワッチリだよ。ビューしてきます。ちょっとねこのバスト周りがちょっとごわついてる感があるんですよね。そう、この胸元がねまん丸って感じじゃないんですよね。ちょっとごわってる。なんだろうな、ちょっとね、ちょっと太く、単純に太く見えちゃうっていうのかな。胴の部分まで、このウエストの部分はね、なんかね、ちょっと太く、視覚的効果、そんなことはないのかもしれないんですけど、見えちゃいますね。撫で型ってほどでもないか。ごめんなさい、正直ちょっとどうなのかなって感じっす。これなんかもうちょっとね、スタイリッシュ、もうちょっと締めてよかったかな。この頭飾りとかはいいですよ。いつものね、あれがついてないマキナのゴーグルがついてないのはなぜなんでしょうか。いつもとちょっと違いますけど、まあそれはウェディングっていうところでいいのかな。まあ、可愛いには可愛いです。ちょっと衣装的にはちょっとごわ感を感じます。着替える。 OK と、あとは 3D フルにしていやいきゃいけなきゃいけないですね。ゲーム設定 3D フル OK と、まるっきりこのままでいいかな。お、マキマキレベルが77です。じゃあこれで曲やってきます。よし、楽しんじゃうよ。イヤホン入れまして、OK と。さあ、イサム・ダイソン、いくで。いい感じじゃねえか。かかっていいな。つれなく歩くあなたの後を膨れつらして追ってゆく。ギラギラ続く白い砂浜、あいつに惚れてるって言うけれど、あなたの方が好きなのよ。いつも一緒のサンセットビーチ。ミスった。よっしゃ、どうだ。夜風吹いてビッグウェイ。あたしの心に住み着き出した。あいつが陽気に跳ね回る波乗り太陽ペンダントサンセットビーチの昼下がり。コンボはできませんでしたね。まあ演出的にはまあミンメと同じということですね。ちょっとマーキナだからバルキリー変わるのかなって、むしろね、なんだろうあの軸振りちゃんとかなんかそういうのに変わるのかな。なんかねメッサー君出てきていいのかなとかちょっと思ってたんですよ。
結局同じですね。イエーイ、ぶわっちり決まったね。出てきたのは VF1D かな、もしくは VT1、 どっちだったかな、わかんないっす。劇場版だと確か VT になったと思うんですよね。T は確かタンデムの T 違ったかな。テレビシリーズだと確か VF1D で良かったような気がします。はい、そこまで詳しくないので。そんな感じで、今日はここら辺で、今回はこれで終了といたしますね。いや、ちょっとピックアップ引けない病がね、まだ一応星5は引けてるんですけど、ピックアップ引けない病がちょっと出てきちゃっております。はい。次はまた、星6プレートのガチャですね。頑張って40連ちょっと引きすぎたな。まあ、何せね、民命のところでね、まあ、ちょっとね、スイッチが入っちゃったのが、いけないですね。まあ、今回もまた結局スイッチ入っちゃったんですけど、星5引いてもピックアップが引けない。やばいです。病気です。はい。なんとか立て直して、何を立て直す、まあいいや。はい。そうしましたら、今回は以上で終了といたします。またガチャ動画頑張っていきますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。